はようございます、バイクで日本一周40日目、現在時刻、9月3日水曜日の朝5時55分です、今私現在ね、鳥取県は鳥取市にある、柳茶屋キャンプ場というところで朝を迎えております。空はね、今晴れてるんですけども、今日はね、鳥取県を出発しまして岡山県の方の観光地を回って、最終的に岡山県のキャンプ場に泊まる予定なんですけども、降水確率がねちょっと 40% ぐらいなんでね、ひょっとしたら雨が降るかもしれないんですけれども、まあ私晴れ男ということで大丈夫でしょうというわけで今日も一日張り切って行ってみたいと思います。よいしょ、では気をつけて。いやー、朝日が気持ちいい。現在私国道9号線を鳥取大橋を渡っております。さあ今日はね、鳥取を出発して岡山県の方に向かいます。いやー、天気予報は 40% とかでしたけど、まだ鳥取県はね気持ちよく晴れてるじゃないですか。おっと、海が見えてきました。水平線が綺麗に見えております。あ、すごいぞ。やっぱこの高いとこから下っていくときに見る景色っていいっすよね。うわー、ここね、波がきついけどサーファーがいますね。やっぱり波のあるところにサーファーありって感じですかあー、そこにもサーファーがいますけども、鳥取県いいですね。あの海沿いはすごいなんかいいスポットがたくさんありそうですね。普通になんか車止めて海水浴できる場所がもう至る所にあるっていう感じですけども、いやー、鳥取県いいなー、海沿い。今ね、左手にハワイホンダっていうお店があったんですけど、この辺ね、なんかやたらとねハワイっていう言葉を使ったなんか店舗とかが多いんですけども、なんかあるんですかね。もともと僕ね、道の駅ハワイっていうところに行こうと思ってたんですけど、あ、コンビニ発見。道の駅ハワイはね、高速道路の通らないといけないっていうことでパスにしたんですけども、ハワイ温泉、そして左手にはアジソハワイ店、やたらとねハワイっていう文字が目立ちますけども、今現在看板にね倉吉市って書いてましたね。倉吉市に突入してなすいません倉吉市に突入した模様でございます。カット。倉吉市に突入した模様でございます。あ、でも倉吉って倉敷じゃないんや。あれはあれとはまた別か。現在時刻9時29分ですね。セブンイレブン、やっぱりね、あのコンビニの Wi-Fi はね、セブンはね上りも早かったですね。すぐにアップロードできました。いや、ローソンではねなかなか Wi-Fi が遅くてね、まあ、下りは早かったけど上りが遅くて全然アップロードできなかったんですけども、やはりねセブンイレブンは なんとなくいけそうな気はしたんですけど、いけましたね。もう僕の中でちょっとローソンの Wi-Fi はアップロードするには使えないかなっていう、残念ながら。まあちゃんとね買い物もしたんで、無断で使ったわけではないんでね。いやー、緑いっぱい、そして川、緑、マイナスイオンたっぷりですよ。トゥーリングですよ皆さんね、現在非常に風がねものすごくきつくなってきております。これはひょっとすると今現在沖縄から九州の方に上陸している台風9号の影響でしょうか。これはちょっと今ねびっくりするぐらい風がきつかったんですけど、今現在私がね向かっているところはと言いますと、天然の温泉ですね。なんかあの無料で入れるね天然温泉があるみたいなんで、そちらの方に向かってるんですけども、もうあと約3分ほどで到着いたします。なんか川沿いですね、川沿いに露天風呂があるような感じなんですけども、ちょっとね風があまりにもきついんでね、温泉よりも何よりも今日のキャンプが心配になってきましたね。テントが崩壊しないかどうか。これは違うのかな、これは足湯っぽいですね。あ、そこも温泉になってるようですね。おそらく多分これもそうなんですよね。なんかね点々といっぱいあるんですね。湯原ゆったり広場、何箇所もあったはずなんですよね確か。この辺りはいろいろと旅館などが立ち並んでる模様ですけれども、こ
この橋は9時から6時まで車両は通行できません。4トン以下なら OK。 あそこ温泉になってますね。やっぱりなんか裸の人がいますけども、あれどこから行くんですか。この先行けるんですか。これこの先は、あ、車両進入禁止。どうやって行くんでしょうか。歩いて行けっていうことですか。全国でも珍しい24時間無料の混浴露天風呂です。あ、やっぱここですね。ちょっとバイク止めて歩いていきますか。さあ、こちらね、砂湯と書かれてますけれども、砂があるわけじゃなくてね、ちゃんと温泉になってるはずなんで、ちょっとね、ここからは歩いてっていう風に書いてあったんで、歩いて行ってみたいと思います。いや、それにしても風がきつい。これは確実に台風の影響ですね。こんな感じでいろいろ書かれてますけども、こちらですね、誰もいないということで撮影できておりますけれども、あ、これはちゃんと脱衣所があるんですかね。これはそうですね、こちらが脱衣所ですね。男性女性とありますけども、こんな感じですね。美人の湯なんて書かれておりますけれども、あ、すごいね、お湯綺麗ですね。なんか澄んでますね。これは綺麗ですね。ちょっと私貸切状態です。ちょっと入ってみたいと思います。さあ、隠そう下半身などと書かれておりますが、誰もいてないんでね、私すっぽんぽんでございます。さあ、完全なね貸し切りで、ちょっとね風がきついんでね、あの音声の方、おっとあったかいぞ、あったかいぞ、おっと中がね、石ころが、本当はね、水着とかね、OK みたいなんで、タオルで隠しましょうっていうことなんでね、一応タオルだけ持ってるんですけども。いや、これは気持ちいい。お、あれはダムでしょうか。ちょっと風切り音を吐いてたら、申し訳ございません。今日はね、これおそらく台風ですね。風が非常にきついです。気持ちいいです、これ。こんな感じで、私、足切りの露天風呂に入っております。あ、こりゃたまりませんな。いや、気持ちいい貸切露天風呂です。最高です、最高でございます。ダン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 。さあ、長寿の湯、こちらの湯加減はどうでしょうか。お、こちらの方がちょっと熱い、熱いぞ、こっちは熱いぞ、全然温度が違うぞ。なんてこった、なんてこった、でも気持ちいい。ここはね、こんな感じでこのボタンを押すね、水がね、綺麗な水が出る感じになってますね。おっと、おっとっと、これ冷たいお水ですね。まあね、電気もついてますね、豆電球。まあ一応ね、24時間 OK っていうことなんで、まあさすがにね、真夜中に来たら怖いかもしれないですけど、まあ勇気のある人はね、真夜中来たら、まあ電気もついてて、まあ、最高の夜景とともにお風呂入れるんじゃないでしょうか。まあ言ってもね、ホテルとか旅館がね、もう目の前見えてるんで、そんなに怖くはないと思いますけど、貸切状態で入りたいっていう方は、いっそのこと夜中に来られてみてはいかがでしょうか。なんつって。さあ、お風呂もね堪能したんで、ちょっとあそこにね、なんかお食事できそうなところがあったんで、何かお昼ご飯食べれたいんですけどね、どうでしょうかね。ちょっと行ってみたいと思います。お腹が空きました。私、名前がね、これ砂湯ってなってるから、ひょっとしたらあの砂だけかなとか思ったけど、普通にね、水の温泉、あったかいお湯のね温泉ですね。ここはここでお昼ご飯食べたかったんですけども、なんとここはねやってないそうなんで残念。いやー、今日はすごい風がきつくて、これもう完全に台風の影響なんですけども、まあ、その風がまた今は心地よいんですけどね。ここをやってるのかな。すいません、ここやってます。はい、ちょっとここで ご飯食べていくことにしました。お食事上品な足屋さん、あ、すいません、お風呂めっちゃ気持ちよかったですね。もう貸し切り状態やったから。あ、そうなんですか。でもね、あ、全部入れ替えるっていう感じで。24時間あれで、あの掃除の日は全部抜いて。ああ、なるほど。あのコースでザーッ
流して、ブラシかけて。あ、そうなんですね。だから今日はすごく綺麗だった。あ、でめっちゃ綺麗かったです。あ、それで綺麗かったです。だ僕一番いい時に来たんですか。ねえ、よかったこれ。はい、また来ます。水曜日狙ってね。水曜日がいいですか。うん、掃除の日だから。ああ、なるほど。あ、毎週やられてるんですか。毎週水曜日が掃除だから。なるほど。覚えておきます。それと土曜日がいいよ。あ、土曜日もいいですか。土曜日の夜中だ。土曜日の夜中に来たら岡山の飲み屋の姉ちゃんが。なるほど。バスタオルの普通のタオル1個で。3人4人ぐらい入ってきたんですね。あ、そうなんですか。はい、ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。はい、どうも。なるほど、いい情報聞きましたね。これ湯原温泉最高でしたね。岡山県来られる方はね、ぜひともね、寄ってほしいですね、あそこ。いや、川も綺麗だ。これは非常に涼しくてね、走ってて快適ですね、めちゃめちゃ。まあ、やっぱりあの辺りはね、立ち並んでる家はもう昭和の初期のようなね、古いような、結構年代を感じますけどね、そんな感じの街並みでした。そこの丸い、こちらが目的地でございます。ちょっと買い物をしていきます。さあ、今からはね、いくら堂っていうね、鍾乳洞を見に行きます。ここから約55分ですね。39キロ。まあ、それまで雨が降らずに持ってくれるといいんですけども。いやー、この辺りね、今民家が立ち並んでたんですけども、まあ、一応ね、山道走ってるんですけど、非常にね、車が少ないですね。ほぼほぼ車とすれ違ってないんで、ちょっと人口が少ないんでしょうかね。この辺りどうなんでしょう。新見市、あ、やばい、雨がポツリポツリと。うわ、すごい硫黄の匂い。温泉やこれ。すごいぞこの岩壁。いくら堂無料駐車場。あ、すごいなこれ。これあの北海道で見たあれと似てるな。うわ、すごいどでかい看板がありますね。トイレなんかがあったりなんかして、屋根付きの近くに止めますか。到着。あ、でもここすごいな。この SF、 これ機関車もすごいけどね、このこれもまたすごいですよ。岩壁がこれ、これはこれであの北海道で見たあれに似てますけどね。こういうのがずっと何十キロも続く道。頭上注意、落石怖いですね。こんな落ちてきたら、もはや これだけですごいですけどね。川の流れがちょっとここ早いですね。これは何ですか。展望食堂。あ、人いてる。やってるんですかね。あゆ塩焼き。完全にやってないですね。3、40分かかるって言ってましたね。餌100円。その中に餌が入ってます。なんかいるんですかこれ。鯉。これちょっとこの高さから餌を放り投げろってことですか。鯉なんて見えませんけども。現在これ入り口なんですけども、何やらもうすでにね、ここから冷気がすごい寒いですね。外は暑いんですけど、こっちは寒いですね。もう怪しげな光が出てますけども、とりあえずね、ちょっと中に潜入してみたいと思います。うわ、すげえひんやりする。なんだこれ。このブルーの光がまた怪しげですけれども、川口探検隊っていうのが昔あったんですけどもね、思い出しますね。ちょっとこれ一人で歩くのは怖いですね。これ滑らないんですかね。あ、これ頭上注意やな、これ。そういえば、あ、これ化粧回し、なんじゃこりゃ、すごいな。うわ、なんじゃこりゃ。ちょっとある意味なんか気持ち悪いというか、エイリアンが出てきそうな、エイリアンの皮膚みたいな感じですね、これ。これは幅が狭いです。すごい涼しくて気持ちいいんですけど。うわ、すげえ、上がブルーに光ってる。うわ、冷て、頭に何やら。うわ、ひんやりして。何もの色。すごい。すごい色してますね、これ。うわ、水が。クラゲ湯。あ、本当にこれクラゲみたいになってる。うわ、すげえ。天井すげえぞ、これ。これすげえぞ。滝50メートル。うわ、すげえ。うわ、これ、冷たくて気持ちよさそうだけど。すごいな、これ。これはすごいぞ。これは、洞窟を探検していく意味だな、これ。うわ、すげえ。
すげえぞ、水が滝のように流れてる。現在の気温12度、約12度ですね。足元の手もね、もう鉄板の上に何やら怪しげな感じでとろーりと変わっておりますけども、すごい勢いで水が流れております。すごいな、これ。気持ち悪いで、気持ち悪いですね、これ。こっからなんか、毛とね、口と顔がボーって出てきそうですよね、これ。確かにこれ、エイリアンの卵のあれ状態ですよね。ちょっとセメントが固まっているような感じで、ザラついてると言いますか。これもね、もう見た感じ、セメントですよね、ほぼほぼ。あ、全然滑らない。あ、もう出口か。うわ、すげえ熱っ。こっちか。ちょっと足、あ、すげえ、滝が、あんなとこから見える。滝が見えます。やっぱり、ね、外に出た瞬間この気温の変化がもわっとしましたけども、さあ戻ってまいりました。外は外でね、曇ってて雨は降ってないんですけども、あ、なんか子供とお父さんが川遊びしてますけども、天然記念物イクラ堂、この辺ね、普通に民家とかもねあって、イクラ堂の真ん前に住まわれてる方もいらっしゃるんですね。あれ、これ入り口のところのあの機関車のところなんですけど、これはこれでまたなんか怪しげなホラーのような感じになってますけど、これね、階段のようになって行っちゃダメってなってますけどね、これは何でしょうか。1000人でも出てきそうですね、これ。休憩所がご自由にお入りくださいっていうのがもう閉ざされて完全にすさんでおりますけれども、一体どうしたんでしょうか、これは。さあ現在時刻15時20分、今からねイクラ堂を出発して久保井のキャンプ場っていうところですね、岡山県、そちらのキャンプ場で今日泊まる予定なんですけども、受付がねちょっとね山を降りたところ、 Google マップで調べると7分ぐらいって書いてるんですけどもね、 B&G 鉄田海洋センター、どう読むかちょっとわかんないですけど、そんなところでね、あの受付をして料金の支払いっていう感じみたいなんで、とりあえずそのね海洋センターというところを目指して行ってみたいと思います。いやしかし今日はね一日雨が降りそうで降ってこないんで、ずっと涼しいね気持ちいい状態で走れてるんですけども、なんとかねテント設営するまでこの状態でいてくれるとありがたいんですけどね。さあ給油していきますか。もうこの辺なんですけども、どれかな、B&G 海洋センター、あ、これはテスタ B&G 海洋センター。おっと、何やら野球やってますね。本当にここで受付で合ってるんでしょうかね、これ。ちょっと行ってみます。実はこの後この日本一周の旅で最も怖い体験をすることになります。そして今現在大阪に帰ってから数ヶ月のちパソコンで編集作業をしている最中なんですけども、不可解な出来事が起こっております。一度削除したはずのデータが巻き戻して再生すると、消したはずのデータがまた蘇っているのです。僕今ちょっとねゾクゾクとして鳥肌立ちながら編集作業をしている最中なんですけども、この後この次の日の翌朝にもね不可解な出来事が起こることとなります。今現在ね私非常にね思い出して怖い気分なんですけども、霊感の強い方などはこの先ちょっと見るのをお控えください。私自身がね結構危ない思いをしたんで翌朝。やっぱりねあの受付はねこの B&G 海洋センター、ここで合ってるみたいですね。今受付してきたんですけども、ここはね450円なんですけども一泊、なんかね聞くところによると一組しか入れてないっていう話で、まあ、完全に僕の貸し切りになるみたいですね。予約 してなかったんですけど、本来はね予約してくださいということでした。というわけでね聞いたんですけども、他にキャンプしてる人はいないみたいですね。でその一組だけっていうことは、僕ひょっとしてこれ2番手だったらアウトやったってことですかって聞いたら、まあ、その先約のね一組目の方が OK ですよいいですよっていう話であれば二組目も入れるっていう話だったんですけど、まあでもどうなんですかね、それ電話連絡でやり取りが果たしてできるのかどうかっていうのもちょっと疑問ですけども、基本的にはあの1日1組らしいですね。実際どれぐらいの広さがあるのかちょっとわからないですけども、まあとりあえずね行ってみたいと思います。
サンソロがもうすでに確定している状況ですね。まあ、ひょっとしたら後から来るのかもしれないですけど、どうでしょうかね。まあもう時間も夕方4時なんで、おそらく来ないでしょう。皆さんお気づきでしょうか。テントが何十張りもできるような広大な土地に、たった数百円で一組限定、その理由は一体何なのでしょうか。ひょっとしたら村人に夜中襲われるのではないか、自分が何かの生贄にされるのではないかという恐怖を覚え始めます。そんなことが頭の片隅にちらつき始めます。そして翌朝、その恐怖がまさかあんな形になるとは。この時は知る由もありませんでした。2組目のお客さんが来た時に、1組目のお客さんが了承すれば2組目が来ることもあると言っていましたが、そもそも私は申し込みの際に携帯電話の番号を記入しておりません。連絡は取れない状況です。 2.5 キロ離れたキャンプ地へわざわざ確認を取るために足を運ぶということが考えられるでしょうか。1組目のお客さんである私に対して携帯番号を聞いていない時点で確認を取るつもりはありません。もはや2組目のお客さんがやってくることはないでしょう。私一人だけを招き入れたという形になっております。これは一体何を意味するのか。荒れ果てた山の奥地へと進む私は一人ぼっちで取り残されてしまう形となりました。おそらく2組目のお客さんがやってくることはもうないでしょう。おお、荒れ果ててるな。これ荒れ果て感たっぷりやな。これ木があって、この辺は草が生い茂ってますね。あ、でもこの上、こっちは何ですか。この上もいいんじゃないですか。うわ、すんげえ枝。この上もなんか、うわ、こっち、この方が良かったか。あ、これは広場か。キャンプサイトは左か、やっぱり。しまった。これちょっとバックせなあかんぞ、これ。これがトイレのようですね。ちょっと、これは、怖いですね、ここのキャンプ場。有料の割にはなかなか険しい感じですね、これ。まあ僕しかいないんでね、今日。どこにテントありますか。これちょっと見に行きますか一旦。テントを張るにも、まあこの辺やったらねスペースありますけど、ちょっとね雰囲気的に薄暗い感じですね。苔が生えてたり、まあ川もいますけど、これ、ああそこは平らですけど、ちょっと荒れ果ててる感じがたっぷりですね。これ大丈夫かこれ。マジっすか。ちゃんと水出るんですかね。お水は出るみたいですね。電気はつくんですか。あ、電気つきますね。うわ、荒れ果ててるなこれ。マジでびっくりした。これ何この赤いの。これ地じゃないっすよね。怖すぎやろこれ。何これ。あそこもあれは違うんか。怖すぎやろこの岩。殺人現場かよこれ。怖え。大丈夫かこれ。何やあれ。やばすぎるやろこれ。マジで？マジで言ってる？大丈夫か？ここのキャンプ場。この荒れ果てっぷり、朽ち果てっぷりがすごいけど、怖いわ、ここ。あの岩のあの血のり何よ、これマジで。やばすぎやろ。絶対誰かここでこけて頭打ってるか、これ、凶器で使われてるやろ、これどう見ても。怖い、なんかね、なんかね、怖いんですよ、ここ。なんか怖いんですよここ。じゃあ何でしょうか。うわ、この辺もなんかもう荒れ放題って感じですけど、なんか屋根がありますよあそこ。このうわ、これはなんか人が踏み入れてないような感じがうんうんと出てますけど、そして何なんでしょうかね、この屋根は一体。何を目的として作られたのか、使徒が不明ですけども、そしてなぜかここにね石ころがあると。何でしょうかこれは。ここにね、なんかこの人が寝てたであろう形跡といいますか、これ何ですかここ。
なんでここに石が3つ並べられてるんですか。怖すぎでしょ。なんすかここ。ちょっとここで寝るテント、仮に雨降ってきてもそこにテント、うやめてー、もう怖いわもう。何の音、何の音、ちょ怖すぎやわここ。おいおい、なんか飛んでるし、もうやめてやめて、マジでもうこれだな、もうマジで不気味でしょ。もうすでにこれね、まだ明るい時間帯やからいいけど、これ暗くなったら恐怖以外の何物でもないっすよ。これはキャンプを楽しむ雰囲気ではないぞ、ここは。どう見てもこれ、この殺人現場にしか見えへんぞ、ここ。大丈夫かよ。怖えよ、ここ。やばいですね。めちゃめちゃ怖いです。ここね、もうほんとね、雰囲気から怖すぎてね、今までの中でダントツナンバーワン怖いですね、ここ。うわぁ、なんだ、今の。怖いです。非常に怖いです。なぜかね、ここ、1日1組しか受け付けてないらしいんですよ。それもよくよく考えたら、ね、非常に謎すぎて怖い。これ、ね、なんか、村人に殺されるんじゃないでしょうか、私今日。ここ大丈夫ですか、本当に。なぜ1日1組しか、獲物は1匹でいいってことですか。僕は獲物ですか。怖すぎますよ、僕ここ。一応テントそこに張ったんですけど、もう荒れ果てて放題でね、非常に怖いです。生きて帰れますかね、私。現在時刻、うわ、犬がおる、いや、猫や。なんか横切ったぞ、今白黒やったぞ、猫やな、今の。ほら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 、現在時刻18時2分ですね。もうバイクに乗ることもないんでね、いっぱいいただきたいと思います。レモンサワーです。ああ。これね、後ろね、背景、木が映ってますでしょうか。これね、一応クルリンパするとね、こんな感じで、まあ山の中というか森の中というか、あの殺人現場の中といいますかここね、マジでね、着いた瞬間ね、もうまあ曇ってたっていうのもあるんですけど、すごいね、雰囲気がもう怖かったんですよ。まあやばいやばい、これ大丈夫かっていうぐらいね、今はなんとかまだマシですけど、なんかね、映ってたでしょ、このちょっと前の映像でね、あの石ころ、なぜか血のりがついてる、あれ何なんでしょうかねよくわかんないですけど、まあまあなんせ怖いんですよ。もう今もうテントの中に入っちゃってね、まあ、なんとか。今日はね、もう一日中曇っててね、いつ降ってもおかしくないような雲行きだったんですけども、一滴も降らずね、で今降ってきました。今ね、雨音入ってないですかね。僕はね、今日ずっと走ってて一滴も濡れてないんですよ。これはもう晴れ男じゃないですか、僕まあね、雨男なんていう人もいますけども、考えようによっちゃね、走ってる最中は一切濡れずにテントを張ってもう安全な場所に避難した状態で降ってくるっていうね、これもう晴れ男以外の何者でもないですよね薄暗くてね、風がちょっときついんですよ。まあ台風、あ、そう、今日風がきつかったんですよ。台風が来てますよね。台風9号ですか。なんか10号がやばい、どうのこうのってね、話されてたんですけど、10号やばいそうですけど、僕大丈夫ですかね今のこの9号はね、九州を抜けて上の方に行っちゃうみたいですけど、今日はね、ほんとね、風がきつくて、今日キャンプ大丈夫かなとか思ってたんですけど、なんとかね、キャンプ場は、まあ、風はちょっと若干きついけど、心地よい程度の風でね、まあ大丈夫でしょう。というわけで、私、生きております。またね、明日も毎日更新しますんで、よろしくお願いいたします。それではまた明日。バイちゃん。現在時刻18時44分です。今ね、セカンドチャンネルの動画を撮影し終わった途端にね、急に雨足が強くなってね、バッシャン降ってきましたけど、過去一怖いキャンプ場やったなぁ、ここ。あれ、絶対あそこ殺人現場やぞ、あれ。殺人の証拠。うわ、何？人がおる。何あれ？めっちゃこっち見てる。やばすぎやろ。寒っ。え、俺大丈夫？これ行って。